今回はこのような、ファッションブックを作っていただきます。このように、なりたい自分を書き出していただいたりですとか、それに合わせた、合ったファッションを切り抜いていただきます。自分でこういうスタイルをに挑戦してみたいなっていうものを集めてくると、結構それなりの傾向が出てくるんですね。で、例えばこっちのノートとこっちのノートだとちょっと違ったものが集まってきたりするんですね、その人によって。で、それを見た時に、じゃあ自分の持ってるワードローブとの中にあるものとないものはどんなものなのかなっていうのが分かると、じゃあ足りないものをお買い物に行こうとかっていうことで、お買い物計画も立てられるノートですね。で、どん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 更新していくというか、今回はレッスンの中で作っていきますけれども、その後また自分でこういうものが気になるっていうのを追加していくと、どん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 そのシーズンごとにも、自分が買い足した方がいいものとか持ってるものとかも整理もできたりします。例えばこのような形でどん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 この白いページに足していただきます。で、自分の歴史が分かったりですとか、あとは以前は挑戦できなかったファッションなどに、今は挑戦してみようという気持ちになっていただくためのノートです。